ちょっと待って、私の心の、はい、はい、皆さん、今ですね、まあ、先ほどですね、まあ、先ほどというかこの前回のバージョンでですね、後藤哲郎さんにですね、元ニコンの、ね、赤飯チャンネルに出ていただきまして、で今収録が終わりましてね、楽しかったね。そうそう、直子さん の、 大親友のですね、直子さん、フルネーム言わなくていいよ。フルネームやめろと、フルネームカットしてください今んとこ。もう一回やめろしい。じゃあじゃあもう一回、じゃあもう一回やめろしい。はい、じゃあさっきのこれなし。山に登るんだよ私は。山に登るんだよ私はから始まる。今日はですね、これですね、元ニコンの後藤哲郎さんにですね、赤山周の F3 をですね分解していただきまして、ね、中が防滴処理がしてあるのかどうかってことをね確認をしていただいた動画を撮りました。でそして、ね、後藤さんとですね今ですね新宿にいてお別れをした後なんですけど、直子さんの大親友、女性フォトグラファーのですねあやちゃん、あやちゃんですとですね、今直子さんと今ですねここ近くのですねコーヒーショップに来ておりまして、こちらがあやちゃんの F3 です。これね、すごいでしょ。これわざと削ったんじゃないですか。わざと削る人の初めて聞きました。実際に世界を旅してできたこのね、勲章よね。そう、この F3 はね、あやちゃんがね使い倒したんですよ。前オーナーもね使っておられたっていう話は聞いたんですけど、ね、うん、これね、これはあやちゃん F3。 そう、そうね、今これは前オーナーのやつです。そう、天地が逆ですけど F3 って言いますね。ね、これ、はい、F3、 これは前オーナーがこの F3 にですねこの文字を入れられたそうです。ステッカーだわね。うん、うん、それで作ったの、それで、自分に切ったんだって。そう、それで皆さんね、もう一回その説明なんですけど、 F3 の P なんですよね、これはね。ごめんなさい、 F3P 大切にしてください。うん、F3P これ報道仕様で報道限定で発売されたモデルで、それをあやちゃんは譲り受けてですね使っていたというところで、あやちゃん自身はねあんまり気がつかれなかったと思うけど、まあ世界各地持つことしないちょっとチタンじゃないからねこちらの。やめて。でそれでそういうね悪条件のねところでもねこう安心して使えるというのが F3P なわけですよ。でそれをあやちゃんはねスタンダードなカメラとして使っていたということで、やっぱりまあねこれは、うん、ちょっと質問も兼ねてなんだけど、雨の中なんかで使ったことありますか？あります。あ、雨ないかな、うん、雨が降ってる時にね、雪はあったかもしれないですけど、うん、雨はね、私晴れ女だから全然、そうかそうか、本当にね無敵な晴れ女で、うん、雨降らないんですよ、うん、すごい晴れ女で、本当に晴れ女なので、ね、F3 はね、アマゾンの湿地帯でもねやっぱり湿度にねこう弱いカメラではじゃいけないので、そういったところでもねバリバリ動くようになってるそうですね、うん、でだからあやちゃんも知らず知らずにうちにねこの F3P の強靭な、うん、そのカメラというところはね恩恵は授かってるんじゃないかな。砂漠には行ってますね。砂漠には、うん、モロッコのサハラとかの方には。なるほど、このカメラはね、うん、モロッコのサハラサハラ砂漠、サハラの方。そう、サハラ、うん、厳密に言うとサハラよりちょっと手前でも、サハラの一角かな、うん、ああそれがねこのカメラが実際にザゴラっていうところとか行ってます、うん、そういったところに砂漠地帯には行ってるらしいですか。すごいな。じゃあそういう経歴を持つカメラなんですね、うん、これね、あやちゃんと一緒に旅をした。そうですね、いろいろ旅してます。一緒にやっぱりね、あやちゃんね今さら F3 なんだっていうふうなことを赤山周チャンネルのね一部のご視聴者の方は思われると思いますけど、うん、でもやっぱり今でもこの F3 って価値がありますよね、うん、あります。これは多分死ぬまで手放さないと思う。うんうんうん、あやちゃんが、うん、ニコンのカメラを初めて手にしたのはこの F3 よりまだ前に何かあったんですか？あ、でもね F3 ですね。これ前に友達の F3、 友達がまたこれの元のオーナーとは別で私の仲のいい男友達が使ってた F3 があって、使ってみるって聞いて他のカメラ使ってたんですけど、父親から譲り受けたカメラ使ってたんだけど、うんうんうん、使ってみたいなと思って、かっこいいなってずっと思ってたんだけど、はい、買うまでに
まあ、そこまで近しくなる前に見てていいなと思ってたんですけど、うんうん、それで借りて使ったらもうすごい気に入って、うんうん、しばらく借りたまま使ってて、うん、使ってていいよっていうふうに使ってたんだけど、そしたらそれを見てそのまた別 の知人が売りたいんだけど欲しいって聞かれて、その時にこっちを譲り受けて買って、なるほど、で友達には友達の F3 返して F3 に、ね、返して、はいはい、F3P が来ました、はいはい、うん、で P が来たんでもっとテンション上がる。あ、その当時あやちゃんは P じゃなかったです。 P のことを知ってたの？あ、知ってました知ってました。一応そんなカメラギークじゃないけど知ってて、うんうん、そうで、やっぱ違うでした。でも今日っていうかこの前、うん、この前のお話、後藤さんのお話、先日の後藤さんのお話でさらにいろいろ違いがね、このウィンドウとか分かったけど、うん、そうね、こんなことは知らなかったですね。ここね、そのなんかわざわざ比べてなかったんで、そうフィルムの窓がね、そうここが窓、フィルムカウンターの窓が三角形ではないんですよ。そう、でそれは気づかなかったけど、まあ、ここにラバーがあったのとかもちろん知ってて、うんうん、ここは本当はもともとはあったんですよ、私が買った時は、はいはいはい、けど使ってる間に破けました。 でたまたまあやちゃんね、あの今あの普通の F3 に近い F3 チタンっていうカメラがあるんだけど、うん、たまたまありましたね。でこれがこう三角窓、たまたまありましたね、三角窓、本当だ、うん、これがね、そうそうそう、でちょっとあやちゃん見せて丸窓、うん、でこれはね、視認性、要はあの目視して、うん、よりですね、うん、中のフィルムカウンターの文字が見やすいように、はい、F3P は丸くなった、うん、いや全然見やすいでしょ、うん、シェア率っていうかね、音が入ってるよね、うん、入ってます入ってます入ってます、大丈夫です、はい、うん、ね、だからあのこれはねそういう、ね、違いがあって、だから F3P についてですね本当に一本動画ができますね、うん、今日はあのもう後藤さんにとって当たり前のことだったので、ね、そういう話は細かいところ出てませんけど、うん、F3P とは何ぞやっていうね動画も一本できますね、うんうん、でそれをですねあやちゃんは使っていた、そう、あやちゃんはどこ F3 のどこが好きなんですか？ F3 のこの重さと、うん、もうこの重さのちょうど重さ、重さしっくりきた重さと、このグリップした時のこの厚さと、うん、あとシャッター音、巻き戻しとシャッター音の良さ、うんうん、まあもうほぼ人聞き惚れに近いもの、持った瞬間にしっくりきた、うん、逆に全然詳しくなかったね最初、うん、別にだから FM2 とか使ってる友達多かったけど、うん、F3 はそうですね、2人ぐらいしかいなかったかな、周りで持ってる人、たまたまその時身近にいた人ではそんな持ってなかった、2人だけいて、うちたちだかっこいいなと思ってたんですけど、特に私はそのなんか機材で入るタイプじゃないから、うんうん、とりあえずフィルムカメラで撮れて自分で現像してパースでプリントするっていうのにハマってたから、うん、機材先行ではなかったんだけど実際持ってみたらもうめちゃめちゃ良くて、もう、うん、もうそこからもずっとこれしかないですね、一眼レフのフィルムだったの、うん、それであやちゃんね、うん、あの今やっぱフィルムカメラで楽しんでる人も、うん、赤山衆チャンネルもね、をご覧になってる視聴者の方にもいらっしゃると思うんですけど、今まあ大体ネガカラーのフィルムを入れて使ってらっしゃる方が多いと思うんだけど、あやちゃんは、うん、あの F3 をあの多く使ってる頃っていうのは、うん、フィルムはどんなフィルムを使ってたんですか？モノクロですね。あ、モノクロ、うん、ちなみにブランドは富士フィルム、うん、富士フィルムのプレスト400。あ、ネオパンプレスト400、うん、そう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 、まあそれはその自分が行ってたワークショップっていうか写真教室っていうか、うん、私がその写真そういう暗室作業とかにハマるきっかけになった場所があって、うんうん、そこで最初に、まあ、モノクロで撮影する現像してプリントするっていうところから入ってて、だから自分の基準はやっぱモノクロが、モノクロ出身、はいはい、なんでそうですね、クレスト400は死ぬほど使えます。そうなんですね、実は今でもちょっと残っている、うんうん、うん、冷蔵庫にあって、多分だから今入ってるのもそうだと思う、うん、それで自分であのモノクロ現像して、現像して、で暗室もあった。あ、それは4年前まであった。じゃあ、あやちゃんが住んでいる場所に、うん、モノクロの現像キットはあったってこと？ありました、全部。今でも、ね、現像キットはまだ残してる。なるほど、ちょうど昨日整理してた。あ、そうなのね。そうなんだね。
全然今でもゲットできますよ、薬剤買えば。まあ、それはね、僕はね、ある種ね、すごいなと思うのはやっぱり今の時代だとモノクロ現像をやっぱりご自分でなさってる方もいらっしゃると思うんだけどね、うんうん、今はネガカラーで、まあ、人に任せて、うん、業者に任せて現像っていうのが、ね、多いんだけど、やっぱり自分で現像するっていうのは、うん、現像の結果としての違いが出てるので、うん、その現像するところからアレンジできますよね。そう、だからそれを知っててから、うん、その仕事でね、フォトグラファーになってよかったのは、うん、要はやってること一緒じゃないですか、うんうん、ね、現像の過程、うん、デジタルでやっても、そのフィルムの時は、難聴に仕上げるんですよ、ね、うん、難聴に仕上げる、ちょっと短め、うんうん、まあ短めって人によって長さ違うけど、うんうんうん、そのね、薬剤とフィルムによっても違うけど、うんうんうん、だからそう、ちょっと難聴に仕上げて、そこからプリントで仕上げるっていう作業は、言ったら今でも同じことやってるとか、その基礎を知ってるのと、別に知らなかったら悪いってわけじゃないけど、まあ、全然違くて楽しいなと思います、うん、ですね。本当は暗室まだやりたい、うん、やっぱり手作りでモノクロってのは花から現像の段階からやるんで、 そこら辺をトータルで考えるとすごく面白いんですよね、うん、フィルター入れてね、うん、焼くときも。そうだから、あやちゃんがさっきね、おっしゃったことを私なりに解析してね、言うとね、私もやってたのはね、うん、玄関 ISO を低く取るんですよ。そう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 、その方がいいです。そう、400のフィルムも200とか、うん、もうそれ以下ぐらい取って、ね、うん、で現像を早上げするの、うん、早く現像終わるとね、難聴になる。難聴、短い方がいいです。で、まあ、例えば森山大道さんとかだと、うんうん、逆じゃないですか、うんうんうん、あとなんかバケツ現像した、うんうんうん、ちょっと後藤さんのバケツのテストとは違うけど話が、うん、バケツ現像したってよく有名、森山大道さんの話は有名だけど、増刊ですよね、ええ、彼の場合は増刊で、ええ、バキバキのあれあれするっていう、うん、普通の人はその自分でもっといろいろ調整しやすいように短めに仕上げて柔らかくしてっていう、うん、そういう楽しさを自分でできるのが楽しかった、うん、それ今でも、うん、今 F3 がね、あやちゃんの分があるけどもね、これはまだまだ現役で使えてるカメラなんですよね、うん、でだからやっぱり私もね、ニコンが長年好きでずっと使ってきてるんだけど、うち、ん、にある F3 もまあたまたまかもしれないけど、うん、全部元気で、うん、現役なんですよ。すごいですね。でそれでね、細かい調整をしないと、うん、確かに精度は狂ってるかもしれない、うん、細かく言うと、まあね、多少ね、うん、でもね、そう、 F3 ってね、動くんですよ。うん、すごいですね、うん、だからそれがすごいなっていうふうに思って、うん、結果的にね、私も、そういった経験をしてる中でね、うん、やっぱりニコンのカメラって、うん、真面目に作ってあるんだなと、ね、で長年使えるんだなっていうふうに思ったんですよ、うんうん、でだからやっぱり今の、まあ、Z のカメラにねフィードバックされてることは分かりませんけどね、うん、まあでも今日今日というかその後藤さんに前回の収録で聞いたじゃないですか、今のね、今日も聞いたけど、はい、今の Z カメラ今の Z カメラにもこの F3P で施した防湿処理、うん、基板がもしも水で濡れてもねリークしないよ、うん、ね、ショートして誤作動になったりしないように、うん、対策はしてあるというのが今の Z カメラにも引き継がれてるというところを聞きましてね、うん、ああやっぱりそれってすごいな、ね、すごいですね。やっぱこういうヒストリーがある話を聞けたのが大きいです ね、ずっと使ってるものからしたら、はい、一番胸やつ、ね、うん、あやちゃんもねその現場でね後藤さんの収録のところでねいてくれたんですよ、うん、でそれでもう私が超マニアックなねことばっかり聞いてたんだけど、やっぱりなね、そういったところっていうのはね、なかなか分かりにくかった面があったかもしれないけど、あやちゃんのね中でおーっと思ったこともやっぱあったでしょ。ありました。いやでもそのやっぱ単純にこの基板の設計は面白かったですね、うんうん、ねこのここそんななんか間にゴムのやつ挟プレート挟んで、うん、でね、あとなんだっけその処理、うん、パテみたいな感じで施してたのは面白かったし、そういう想像は全くしていなかったので、うんうん、しかもそういう風に仕上げるっていうなんだね、そこに至るまでの葛藤と苦悩みたいなのを感じたんで、うんうん、すごいです ね、手作り感があるといえばあるし、うん、試行錯誤感があるっていうのが見えて、でもそれがこんな名機なわけだから、そうだからね F3 ってね
あの今日、あ、まあ、その今日ってまあ今日だよね、まあ、収録したのは今日なんで、あの、まあ、前回の収録分ですよ。後藤さんにお聞きしたのは、あの1980年に発売されて最終番号のカメラができたのが2001年、ということで、ね、やっぱりそのざっとですけど、ね、21年か、21年半ぐらいそうをあの作られてたんだけど、ね、その間に F3 ってね、マイナーチェンジっていう風に言ってしまうと語弊があるかもしれないけど、少しずつね進化していってるらしいんですよ。まあもちろん進化っていうのは後藤さんのお話を聞いて、進化以外にあの長年作り続けるのは相当部品の供給で、もうねで電気部品でどんどん新しくなっていったんで、それをですね古い部品をずっと使うのが大変だったというようなことも聞いてるんでね、あの本当に21年間ね、あの製造され続けて販売続けられたっていうのはすごいと思います。すごいですね、はい、メカシャッターじゃないから電気的な基盤があるので、やっぱ名機ですね、そう考えるとね。えだから F3 本当すごいと思う、はい、だからねあやちゃんね、赤い飯チャンネルで F3 を取り上げたら、はい、ああなんか俺ね F3 手放しちゃったよとあなんかもったいなかったなっていうねことを書き込みあったんですか。そう、後藤さん の、 あのバケツにつけてね実験したあの社内でそういうプレゼンをしたという動画を見てね、そういう声がありました。うわ手放しちゃったよ。それはちょっとあれですね、見る目がなかったですねやばいクレーム記者だ。いやいや でもね、でもね、あのそういうそのね、あのね、愛の深さが違うそうそう、まあ、それは冗談で、うん、でもね、もしも機会があったらまたね、買い戻してもらってね、買い戻してほしい、うん、やっぱり F3 をねぜひ買い戻してもらって、うん、いやだってすごいもんこの人、うん、この人たちすごいんです、ねね、F3 はやっぱりすごいですね。 F3 は本当最高だと思う、うん、ね、たたずまいがいいね、たたずまいがいいし、うん、でも本当この重さちょうどいいんだよな、なんだろう、だからそのフィジカルにフィットする、一体化するというか、軽すぎ、まあでもね、カメラなんでもそうだけど、うん、で軽すぎてもダメだし、うん、であやちゃんね、ここの今あやちゃんが握っているこの出っ張りがいいでしょ。そうね、このボディの出っ張り、ね、それがあの ZF にもフィードバックされてるんです。そうで今あやちゃんの ZF がここにあるけどね、その ZF のこのグリップの出っ張りが F3 みたいな感じなんですよ。なので私はこれをすぐ買うって決意しました。すべてはこの子からのあれです、流れで、ね、このグリップが、はあ、ごめんなさい、 ZF こっちこっちしないでよあの今ねちゃんと大切にしてください。あのビルトロックスのね超広角つけてるんで、ついつい距離感がね、ダメだよ、うん、あでもねこれ案件じゃないですけど、このビルトロックスの 16mm1.8 はねめちゃくちゃいいですよこれね、あの本当に大好きなレンズの一本になりました、うん、そう、うん、これね、うん、ZF あ、なくなってる、え、あ、マジ、どこ行ったんだろう、あ、待って、しゅうちゃん、大変、ソフトシャッターリリースが消えてる、え、マジでマジでマジで、いつからだろう、今日だな、多分、本当？伊藤さん家にあるかも、ね、後でチェック、後でちょっと探そう、うん、ねえ、それちょっと今あれこれいくらだったっけ、3000くらい、1600円、あ、1600円か、うん、1600円、あのあれで Amazon で、あらちょっと待って、あれちょっと緩みやすいんだよね、うん、緩みやすい、ショック、ごめん、うん、すいません今話が急に、はいはいはい、あれカバンの中にないかな、うん、皆さんね AR11 に落とさないように気をつけてください、ね、というわけで、ね、今日はですね、あの F3P の、ね、オーナーのですね、あやちゃんに、ね、まあ、インプレッションとかね、これを使ってみてどうだったかって話をねしていただきました。でやはりね、後藤さんのね、あの分解動画にね、お付き合いいただいて、本当に僕は今日はね、あやちゃんに来てもらってよかったなって思ったのは、やっぱりあやちゃんが F3P オーナーだったってこと、はいね、そしてあとはスタジオをお借りしたね、愛さん、ね、愛さんも F3 オーナーだったと、というのはね、やっぱり後藤さんにとってもね、喜
喜ばしいね事実だったんじゃないかなっていうふうに思います、ね、だから一同にねあのインスタグラムにアップしてますけどもねこの今日あ、まあ、今日ですねもう今日って言いましょうあの収録した日にですねあの収録現場に集まった F3 って結構数がね あのありましたねありましたね、ね、種類も、はいね、結構いろいろあってそうそうモータードライブ入れるとね、うん、あのラバーがついてるかついてないかも、うん、そうこれ唯一 ねノーマルのねあの F3 はそうそうそう、ね、スタジオオーナーの愛さんのカメラだけだったんであとは F3P とかね改造の、ね、個性強かったでしょそうちょっとね普通の F3 じゃないものがいっぱい並んでしまったんでねよかったと思いますあの普通の F3 って何ぞやというような感じに、ね、なったんですけどねぜひねまたね大井町、はい、ニコンの生まれ育った生まれ故郷じゃあ F3 で飛びますか F3 で、うんでね、フィルム入れてそうねそうそうだからで僕なんか最近突っ込まれたんだよあのねコメントでね赤山さんあの F3 の、ね、動画出してるけど、うん、フィルム入ってないでしょってもう見破られましたねで私もね本当に皆さん 今だから言いますよ白状しますよ あまりね今ねフィルム通してないんですよもう ZF で遊んでますからねだからもうこの、ね、F3 に、まあ、あやちゃんのようにですね先ほどのお話を聞いた、ね、聞きましたようにねモノクロフィルムかなんかねでもいいからやっぱり本当のフィルムを入れてですねまた回してみたいです ね、だってあやちゃんの F3 が唯一フィルム入ってたしそうこれフィルム入ってたんですそう忘れてました完全に一番入ってた一番いつでも撮れるようにしてあったんだ酷使されてたうん、使い込まれてた FC があやちゃんだったね。そうですね。実際本当に今でも、ねね、こんな引きずりとかいう話知らなかった。でも実際は引きずってないよね。そんなわざとこうやってやりたかったんですね。みんな知らなかった。そんなんで逆にちょっとあまりにも気づいてて恥ずかしいなと思ったんですけど。普通に使ってこなかったんだもんね。そう。ここを後藤さんに褒められたのが嬉しかった。これはなかなか珍しいです。そのね、ここまで行くのすごいですねっていう。フィルムねメモホルダーなんですよね。そうね。ね多分このあのぶら下げてて洋服とかに、ね、接触したりして体にね、うん、自然に剥げてったんと思う。やっぱここって真鍮とこれは真鍮ではないの？そこのねあの裏蓋アルミニウム。あ裏蓋じゃなくてこのファインダー。ファインダーはね、うん、これは、うん、そもそもついてるものではなかった。ね、でもともと真鍮の部品だったんです。あこれはじゃあ違う。でこれはおそらくアルミニウムのものなので、うん、あのこれはですね、実際その当時から付属しているものではない。あそうなんですか、うん、今ねあのこうどんなものだったかってお見せするのも大変なんでね、うん、出せないですけどね。さっき動画で見せてもらったのは、うん、ちょっとこれを真鍮だったよね、うん、持っていて、うん、で映してきて。でそれでね今ちょっと今日用意していた F3 のね一部なんですけど、 F3P がねこれが私の F3P もう一台の F3P が真鍮が出てるんです。あごめんなさい、これじゃなかった、うん、これじゃなかった。あのねこれだ、ね、そう、それこれ、ね、そう、これこれ、はい、この F3 のこの接眼ね、アイピースがコツしないで、はい、これが自然に剥がれて、そう、ね、塗装がで、そしたら剥がれて分かったんだけど色がやっぱちょっと違う。そう、真鍮の色、真鍮の色は、はい、なんかやっぱ真鍮色してる、ね、あ、真鍮結構いいね、うん、真鍮のあれを買えばいいじゃない単品で、うん、いやこれはもうでこれはね、後にねもしかしたらアルミ合金になったかもしれない。これは出た当初の F3 なんで、出た当初は真鍮だったんだ、まあ、ただそれねはっきりとしたことは分からないんだけど、もしかしたら後年後の方ではこれがアルミニウムになったのかもしれない。でもこれは初期型の F3 なんで真鍮だった。剥がれてみて分かった。確かに色が違いますね。ねえ、そういうねものです。だからやっぱりこの時代のものは工芸品的価値があったというかね、物としての高級品というところの中のやっぱりそういったご趣味に応えれるような部材で作られていたということが言えますね、まあ、今のやっぱりそのマグネシウム合金のカメラもね悪くはないんですけど、この時代はまあそういう素材をね見せれる魅力の見せれる
あの部材を使ったと思う、まあ言い切れないけれども、やっぱりなるべく高級な素材を使ってカメラを作ろうというふうに当時のニコンはね、あの考えて作ってたんじゃないかなと思うんですね。だからあのあやちゃんのカメラもここもこんだけね塗装が剥がれてますけど、すごいね、すごいね、これはすごい、確かによく見ると本当によく使ってあると思いますよ。うん、うん、これはね愛おしい、一緒に人生を歩んだ刻みだね。これもしかしたらね一番好きだわやっぱ、うん、アルミニウムじゃないかもしれない、これチタンかもしれない、チタンの裏蓋かもしれない、これは本当に、え、そうなの、うん、もしかしたらちょっと輝きはちょっと違う、でも開けられないよね、今フィルム入ってるんだよね、うん、開ければ分かる、あでもね開ければというか重さ測ればいいんだ、あのね、うん、実際に重量測れば分かる、でも今測りがないから、ね、今は、うん、そう持った感じは分かんない、うん、まあでももしかしたらねチタンの裏蓋に元オーナーの人が、うん、あ変えてるかも、入れ替えてるかもしれない、あ、可能性あるね、あそうなんだ、うん、で普通の F3P はアルミニウムの裏蓋が付属する、あでもなんかね輝きが違う感じがする、そうなんだ、あそうなんだ、え、チタンかもよ、あやちゃん、そこまではちょっと考えたこともなかったです、うん、え、なんか分かんないかな、分かんない、何グラム違うの、チタンとアルミで、また、うん、まあまあまあ、まあ、それはまあ細かいと、ま、これほら私の分はこれアルミニウムなんだけど、確かになんか違うかも、そうなんか違う感じ、違うかも、言われてみたら、そうちょっと見せて、あの色が、地金の色が、地金違うね、ほらこれこれくすんでるね、そうこれはねもちろんアルミニウムがね経年劣化で腐食してね、もっと色がちょっと濃くはなってるんだけど、でもなんかね輝きは違うの、スモーキーだねこっちのが、そうそう、こっちはなんかでこれもしかしたらね F3 チタンの裏蓋に取り替えてあるかもしれない、へえ、そうなんだろう、そうだとしたらね価値はあるよ、高いよ、でもなんか、うん、そこは関係ないよ、裏蓋だけだからここでも似たような感じじゃない、そうそれでね、それでほらこれがチタンの地金なわけ、あ似てるこっちの、ほら似てる、ちょっと後藤さんに聞けばよかったですね、そうだからもしかしたらこれチタンの裏蓋かもしれない、でこれは皆さんね、さっきのその動画で私が説明しましたけど、これは私の住んでいた某カメラ修理店でジャンクの F3 チタンの底板があったんで、これはね、ニコンではなくてカメラ修理店で入れ替えてもらった、でだからここはチタンのパーツ、あそうなんだ、そうそれがになんか素材が似てるんで、なるほど、でそれでねこれ自体が F3 チタンの裏蓋なんですよ、だけどあやちゃんのカメラほど使い込んでいないので一部しか剥がれてないけど、まあね、ね、でもしかしたらこれはチタンかもしれない、この辺が一番でも、うん、そうそう来てるっちゃ来てるけど、これはもうマニアックな話だけどね、その可能性が高い、あ本当だ、言われたらそう思えてきた、うん、そう、まず測れば分かるわよ別に気にしたことなかった、うん、で皆さんね、視聴者の皆さんね、うん、これは私の F3P なんですけど、これは F3 チタンの裏蓋に取り替えたんですね、でそれ底板も F3 チタンの部品、それであやちゃんのはもしかしたらね、これと同じく F3 チタンの裏蓋に取り替えてあるかもしれない、うん、そう思いました、あのさ 1g まで測れるデジタルスケール持ってる持ってない、そんなの持ってないか、持ってない、うん、だからまたねそれは日を改めてね、やってみたら、まあ全然ねそんなネタは面白くないよっていう、もちろんチタンの方が重いってことでしょうね、そうです、アルミニウムの方が軽い、そうです、あそうか、そうです、チタンが重い、文字通りっていうか、うん、だからそういうねのお話がお好きな方はぜひね続編の動画を、ね、じゃあちょっと空の時に測って、はい、うん、分からない、うん、で今の時代はねもうね F3チタンの裏蓋なんて探そうと思ったら無理なんで、だからすごく希少の価値があると思うんですよ、まあいずれにしても、うん、だからコツコツしないでコツコツしないでしょやちゃん、コツコツしないで、7コツぐらいされたんですこれね同じくね F3P 同士なんですけどね、ね、これ厳密に言うとこれはねノーマルの F3 にしてあるんですよね、うん、これはね、うんうん、まあでもなんかねそういうねカメラでございまして、うん、F3P が今日は勢ぞろいしました、ね、はい、面白かったですね、うん、貴重な、ね、貴重なね、はい、今日は体験でございましたね、はい、よかったです、ね、はい、今日はですね、こんなにね時を経て
F3 について深く考える時間が持ててよかったですね、うん、やっぱりね僕とあのあやちゃんはジェネレーションがね全く違うんですけど、やっぱりその全然違う世代のね人間なのにこの F3 のカメラでつながれるっていうのはね、やっぱりすごくねあの良い意味のジェネレーションギャップ、はい、まあ、そのまあジェネレーションギャップが埋めれる一つの、ね、きっかけになりますよ ね、 ね、確かに、うん、やっぱりだからギャップはないですね。そうだからやっぱりね過去のニコンはねうんぬんっていう良かれ悪かれの話もありますけれどもね、やっぱりそのこういうですね長年ですねあの販売されていて、でしかも今は中古でも全然全く問題なく動く機材が多い F3 なわけでしてね、そしたらもう今つい最近 F3 を買ったよっていう方にもねつながっていただけるね、きっかけになったんじゃないかなっていうふうにね、あの後藤さんに登場していただいた動画を撮りながら思いました。で今日はですね、あやちゃんねあのお声だけだったんですけど登場いただきましてありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、今日はね収録の時間もね合わせましてねあのお疲れ様でした、ね、そしてこの場をお借りしまして後藤さんありがとうございました、ね、じゃあぜひね次はね、こうもう一回ですね再開をしてですね、あの F3 をその時もまた持ってきていただいて、ね、F3 を魚に、ね、また赤山修一チャンネルの動画をあの撮りたいと思いますので、その時はまたよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、でそれではじゃあ皆さん、じゃあ F3 をですね最後ご覧になって、ね、お別れいたしましょう、ね、はい、このロゴマークを見せましょう。はい、でニコン F3 がね、3台並びました、ね、はい、なんかねこう感慨深いですね。いいですね。なんかこれね本当私もねこれがね新品で売ってる時代から使ってるんでね、うん、なんかいろんなことを思い出しますね。もう F3 が私にとっての初めてのニコンだったので、あのすごく思い入れは深いんですけど、ね、でそれであの初めてのカメラだったってことと、初めて仕事であの使ったのもこの F3 だったので、あのプロの、まあ、プロっていうとあれですけど職業カメラマンとしてもですね、あの駆け出しの時からですね使っていて、すごくあの思い出が あらゆる思い出を少しずつ思い出しますね、これを手にしてるとね。でそれでね、あのツイッターの仲間でもですね F3 が大好きな方が私の周りに何人もいてですね、で今回の動画をですねあの楽しみにしてらっしゃる方も多いんですね。本当にいつもねあのツイッターというか今 X ですね、あの本当にありがとうございます。まだね、あのまあ誰っていうのは言いませんけどね、あのツイッターのフォロワーさんでですねもうヘビーにお付き合いしていただいてる方がね多くて、でそういったこと方の中にですね F3 のオーナーもね何人もいらっしゃってですね、あの本当に後藤さんのねあのこの動画というのは私にとってもそうですけど、あの私の仲間のですね F3 仲間にとってもあの貴重なですね、動画になったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、それでは、まあ、今日はねあんまり長くなっちゃうとあれなんでね、あのあやちゃんね、あの改めましてあの、ね、ご出演ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、であと直子さんも、ね、今日はねあの今カメラ持っていただいてますけどありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、でそれではじゃあ皆さん、じゃあここでお別れをいたします。はい、じゃあ、はい、でさようなら。はい、また赤山修チャンネルをですね引き継ぎましてよろしくお願い申し上げます、ね、もしもよろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。でそれではさようなら。はい。